こんにちは、吉谷さん、そして億万長者合宿をご覧の皆様、今回ですね、声が小さいというテーマで839話いただいたんですよね。この話数がね、どっからか私と噛み合わなくなってきてるんで、多分勘違いされてるんじゃないかなと思いますけども、まあほっといていきましょう。で、今回ね、専用のマイクを外してくださったみたいですけども、音がむちゃくちゃ聞きやすくなりました。すごくいいです。ボリュームが70だったのが10に戻りました。私普段8でどんな方のメッセージも聞き取れてるんですよ。で、どんな YouTube も8で聞けてるんですよね。で、吉谷さんのだけここ1ヶ月で急にちっちゃくなって、でボリュームを70まで上げないといけないという異常事態だったんですよね。ですんで、今回すごくスムーズに聞けるんで助かります。このぐらいの音声だと私はいいかなと思いますよね。まあ、もちろんね、他の方に合わせる方法もありますので、そこはもうね、私に合わせないようになってくるんだったら、それはそれで仕方がないかなと思いますしね。まあ確かにボリュームっていうのの問題は、スピーカーの性能にもよると思いますんで、私がね、全ての意見を代表してるわけではないってことをよく理解できております。ただね、急にですよ。急にここ1ヶ月で悪くなったんですよ。で、ずっとね、ボリューム上げながら聞いてたんですけども、さすがにもう気づいてるのに黙ってることはないなと思いまして、ちょっとお伝えしてみました。それですね、受け取り方によって違う。確かにね、そうなんですよ。受け取り方によっては価値を感じたり価値を感じなかったりするんですよ。まあ、例えばね、私はあらゆる情報商材を見ても、どれもこれも稼げる可能性が低いとしか思えないんですよ。もしくは稼げない可能性が低いのを知っていて、販売者が意図的に自分の儲けのために金を巻き上げるために売ってるとしか思えないんですよね。なんでこういうことを言えるかって言ったら、私は自力で稼げるからなんですよ。だから他の人の教材に魅力を全く感じないんですよ。それこそね、30万、50万、100万みたいな教材を売ってるとするじゃないですか。それを買おうと思わないですね。買うぐらいだったら私が同じ教材かそれ以上のものを作れるというところまで来てるんで、本当にね、買う方はみんながもうね、なんか気の毒でしょうがないです。で、10万とか20万の教材を、わー、ありがとうございますって言ってるのも気の毒でしょうがないところはあります、はっきり言って。まあでもね、それが人の差であり、この相対速度ですから、感じる価値ってのは。私は自力で、稼げるようになって、あらゆる分野、 FX もそうですしね、まあ、MLM もそうですし、ネットワークビジネスも得意ですね、アフィリエイトも大得意ですし、 SNS マーケティングも得意、メルマガも得意、もうね、苦手分野がないところから見ると、一つの教材に喜んで群がる人が、みんながね、犠牲者だなというふうな感覚もありますし、まあね、相対速度ですから、その人にとってみたらこの教材はすごく求めるもんだろうなと思うんですよ。ですから、あらゆる商売が存在していて、大学も東大があればね、三流大学とか F ランク大学っていうのがあって、もう求めるものがみんな違うんですよね。まあですので、そこにはね、規制はないと思うんですよ。私から見るといろんなものが比較できるけども、でも別の部分から比較すると、いいもの悪いものの評価基準っていうのは変わってきますので、それこそたくさんの意見があり、そのどれを自分が選択するかに尽きると思うんですよね。で、その情報発信者とかセールスするビジネスのオーナーとして言えるのは、受け取り手によってね、価値が変わるっていうこと、まさに萬田銀次郎ですけども、やってる方は何も変わんないのに、受け取る人の気分とかタイミングとか資産状況によっては変わっていくんですよね、その物の価値っていうのが。だからそれを知っているのに対応しない人と、知っているからこそ配慮するっていう、この2種類に分かれるんですよね。これがだから発信力の差なんですよ。で、私もそこをすごく考えていて、私の情報発信でね、価値を感じない、フェーズに入った方には、やっぱりどうやったらその人がね、よりいいものを掴めるのかってことを配慮して、やっぱりこう情報発信をね、ワントゥーワン動画とかっていうのをメッセージを送っていこうかなと思いますし、例えばアフィリエイトがどうしても苦手な人には、やっぱこう転売ですとかね、ネットワークビジネスですとか、それから作業というね、動画編集っていうのをやっていただいたりとか、中には FX に行っていただいたりとか、もう不得意分野がないんで、一人の人が何が一番最短で結果が出るかってことは私は見抜けるんで、それを一人ずつ提案するって形ですよね。その結果、何がわかるかというと、ほとんどの人は稼ぐために、なんか頑張ろうって気持ちはあんまりないです。で、受信力、ほとんどの人はないです。ですので、まずは受信力を鍛えていったりとか、不得意を得意にするっていうことをどん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 繰り返していって、その土壌をね、耕していくっていう作業が一番根底にあると思うんですよ。で、耕し終わったら受信する余力ができるんで、そこに対して、A というビジネス、B というビジネス、C という稼ぎ方、D という稼ぎ方ってものを紹介していくってことをやらないと、本当に飛びついてもらっても困るんですよね。やっぱりね、自分の力量に合ったものが見分けれるようになる、それが受信力なんですよ。で、それができてないのに、
こっちから情報をどん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 流しちゃうと勘違いして購入することとか多くなると思いますし、あ、これだったら稼げるかもしれないっていう風な、あの、なんかね、かわいそうなリピーターを生んじゃうんですよね。だから私はそのかわいそうなリピーターを生まないために全ての料金は後払い30円ということをまずお金に関してはしてみたんですよね。そうすると多くの方がね、稼げると何もしなくなるんですよ。お金が入ってくると何もしなくなるんですよ。だから稼げてるのにさらに何かを頑張りたいって人も、食らいついてくる人にはもう本当に稼げる力をつけてあげれるんですけども、なかなかそこまでいく人はいないかなと思います。総じてですね、受信力というものなんですけども、受信力ほとんどの人はありません。ですんで、受信力を使うんだよっていう言い放つんじゃなくて、受信力っていうのは何なのか、受信力はどのようにして積み上げていくのか、鍛えていくのかってことを私のコンテンツの9割ぐらいに注いでるんですよね。それがですね、三方よしから四方よし、五方よしっていう速稼塾の考え方であったり、 NHK に対して、宗教に対して、せっかく来てるお客さんを追い返すなっていう風な考え方の基礎になるわけですよね。そういうことを繰り返していって、あと最近お話したのはあれですね、住む場所を変える、仕事を変える、友達を変える、人脈を変える、でこういう風なもののせいで稼げないって言ってる間稼げないっていう風なね、そんな全ての状況を計算して結果を出すのがビジネスですよっていう風なね、そういう風な導き方をする、これがだから受信力の鍛え方だと思ってます。他にもいろいろと申し上げたいことあるんですけども、今回はこのくらいにしておきましょうか。誰か来たんで。